世の中に全くないものを世の中に出して儲かるところまでやらせてもらうっていうのが、あのよそにないうちの強みです。で、あの受託開発をメインでやらせてもらってます。で、受託開発で基礎を作って、そのうち、まあ、自社製品でとこまでありますが、その一つの例でですね、これはあの建築、資材のレンタル屋さんからいただいた案件で、あの具体的に言いますと、これあの段差のスロープを解消するための事具です。レンタル屋さんはこれをいろんな現場、建築現場に貸し出すことによって、まあ、段差解消に使ってもらってるでっていうのが、そのごっつい鉄製のものっていうのはやっぱり数十キロあって一人でなかなか運ばれへんっていうのがあります。で、そのお話を受けて、基本的にはこれアルミで作ってます。で、1個あたりは軽くです、大体これ5キロ以下に収まるようにしています。で、フォークリフトであったり、あるいはトラック4トン車とか、まあ、軸順とかを考えて設定した値で、トラックやフォークリフトが荷物満載した状態で上に乗っかって止まって、さらにそこから坂道を登る駆動をえいやってかけた、だから垂直荷重と駆動の力と両方かけても壊れへん、でも軽いっていう、押し出し材でアルミの長い押し出しを作って、それをこうプチョプチョ切って形にしてます。その耐久性と重さのギリギリのところを結構狙って軽くしてる。ゆくゆくは自社製品を持ちたい。そのね、基本にあるのが、今まで私がやってまいりました、あのパワーアシストスーツ、あの重いものを持つときに腰につけて腰の関節をこう動かす電動車椅子を作ろうとしてます。で、車椅子が何が一番困るかっていうと、階段とか段差なんですね。で、電動車椅子は本当にちょっとした段差があってもなかなか進めない。で、パワーアシストスーツが、自分の力で階段を上り下り、あるいはその敷居をまたぐ、溝をまたぐっていうことをしますので、乗ってる人は自分の力を使わない。